第6、アルモガパルス落下産経不評旅団は、スペイン陸軍の旅団の一つ。スペイン外人部隊とともに、スペイン陸軍の空中機動部隊を構成している、陸軍の再生部隊。スペイン陸軍における、空挺部隊の創設は1953年10月17日に、陸軍大臣、ムニョスグランデス将軍の命により指導する。将軍は、 トマス・パリアス・シエラ陸軍少佐を長に8人の訓練生で任務を開始させた。12人の歌手官と149人の兵士は、初の落下山降下過程を履修する。初の空挺部隊は15世紀のアラゴン王国に、使えた著名なアルモガパルスの指揮官を記念して第1、落下山バンデラ・ロヘルデ・フロルと命名し編成される。1954年2月23日に、 陸軍はユンカース及びサボイア・マルケッティ輸送機に登場させ、T6 型落下産を使用して初降下を成功させた。1956年1月に落下産バンデラ軍を新編するため、同部隊指揮官にイグナシオ・クレス・ポデル・カスティージョ陸軍中佐が指名され、そして編成作業が始まり、第二落下産バンデラ、ロヘルデ、ラウディアが編成される。 1965年2月に落下三番デラ軍は陸軍落下三旅団に改編される。旅団化によって3個、バンデラを基幹とする編成に全兵科部隊が含まれ独立行動が可能なようになる。旅団霊下の落下三番デラ軍に並列してピオ・マルティネス・ロレンソ陸軍中佐を長に、砲兵軍が1966年3月25日に編成される。砲兵軍は 主要装備として、オートメララ 105mm14 榴弾砲を受領する。支援軍の編成完結により落下産旅団は訓練と時運用を可能とした。1992年4月には、旅団第一防空砲兵隊がミストラル地対空ミサイルシステム12機を受領し、対空能力が飛躍的に向上する。最終的に砲兵軍は、 イギリス製の L-118、L-119 軽量法を受領し近代化を遂げた。落下産砲兵軍は、イラク内のクルディスタンでの A、計作戦やコスボでの作戦に参加している。1968年2月14日に国家部大賞を授与される。同年5月2日の授与式には、スペイン王大使が臨席し、アルカラディエナーレス市長主催の下で厳粛に、 取り行われる。1971年に落下山共同大隊が、ムルシア州、ハバリヌエボのサンタバルバラ中トン地で編成される。共同大隊の任務は、旅団所属隊員に対する教育訓練を担当する。1972年に、スペイン領サハラをめぐる問題で、緑の更新が発生し、第3落下山バンデラが警備するハウサ少書に対して攻撃がなされ、 部隊から5丁1人の戦死者を出している。1991年に第カ落下山バンデラは、スペイン軍の他部隊と共に、クルド人援助を目的とした、A、警作戦に参加する。1993年には、国際連合のボスニア・ヘルツェゴビナでの任務支援のために落下ン旅団を機関とする AGT、マドリードを変組し7ヶ月間の任務についている。 1996年5月にはスプブリ2を変組し、ボスニアに再び派遣され、一部は国連指揮下で和平利口部隊に合流し、バルカン半島の平和安定化に貢献している。2000年にイタリア多国籍旅団の一部として、第3落下3バンデラと落下3公兵隊は、クスポバット2とクイング2を変組し、コスボに展開している。 2001年9月から2002年3月まで、第2位落下産バンデラと落下山公兵隊が、イタリア多国籍旅団の一部として、コソボクスプギートシット6グループを変装している。これ以降、落下山旅団は、常時、高水準待機部隊に指定され、スペインの国益に資する作戦に投入される。ありがとうございます。